順です。2021年11月29日月曜日で、今日はあの大山に来ています。で、大山登山、結構久しぶりなんです。あのちょっとふくらはぎやっぱ痛くて、まだ痛いんですよ。でランニングの練習、あの走ったりする練習もちょっと控えていて、今日はどうかなというところなんですけどね。あとトレイルのゆっくりとした登りとかだったら、そんな ひらめきんを痛めたりとかってないと思うので、今日はそんな感じで登ります。で、今日は新しいギア の試すことがいっぱいあって、もうオンパレードなんです。で、ちょっと今、レイヤーちょっとこんな寒い感じしてますけど、これに、何枚か上から着て、で山頂付近で あったかい寒いをちょっと試したいんですよね。で現在の気温は約11度ぐらい、10度から11度ぐらい。それで、今着ている装備ちょろっと言いますけど、まずすごいのがこれ、ストライドラボさんのあの和紙とメリノウールの複合素材でできたソックスを履いてきてます。でこれちょっとロングタイプで、あのこのような、今日はあのシューズはローンピーク履きますけど、これワラーチにもぴったりな感じの、ソックスです。でハンドメイド、価格が3800円だったかと思うんですけど、とんでもないクオリティのソックス履いてきてます。それからベースレイヤーが、ティートンブロスのベースレイヤー、それからダウンパンツも、ティートン履いてきてます。キレイのハードシェル持ってきました。でこれにもう今時間待って、こんな感じ。それでこれあの保温がないんで、ダウンも蛍光していくと、このような。でこれはゴアテックスです。価格は、6万円です。でこのパンツも、サロモンですけどね、サロモンのあの防風シェルを蛍光していきます。レイヤーの数3枚なんですけど、この3枚で一体どのぐらい体の、保温、あるいは体の、汗を外に出せるのか、あるいはそのかいた汗による汗冷えをどのぐらい、低減できるのか、そういうような、今日はいろいろやることがあるので忙しいんですけど、あのまあ なんとなく、もう結果が分かってるというか、これでダメならもう どうしようもないっていうところなんですよね。で多分このままエベレストに登れますっていうスペックで、今日は行きます。カロスなんですけど、カロスのウォッチなんですけど、バーティクスを使っていたんですけど、今日はカロスのペース2を持ってきて、います。ペース2なんでそれにしたかというと、まずこの色がちょっと私のカラーのトレンドがちょっと赤白黒とかやってるんで、白いのかっこいいな。それからペース2はこれ軽量なんですよね。バーティクスの約半分の重量だから、 25g から 30g ぐらいなのかな。軽量なウォッチをつけてきました。なんかウォッチが極端に重いと体の左右差に影響あるんじゃないかなと思って、腕の末端ですもんね、
この手にかかる、まあ、肩にかかる重さ、まあ、軽くなると思うんですよね。まあ、ちょっとそういうのもかあいろいろあるので、今日はちょっと忙しいところです。あと小物で言うと、もう本当に、まあしばらく山に来てなかったっていうのがあって、ギアがどんどん揃っちゃったんですけど、これは、まあ、必須のアイテムですけどね、登山するとき、素材何するかって言って、今もう最強なのはポーラーテックですね。ポーラーテックで武装して、でハードシェルはその人の、あの活動シーンに応じて使い分ける。だからポーラーテックを着てればなんとかなるよみたいなところなんですよね。でまあここのミドルで着てるのもポーラーテックアルファダイレクト、いつものやつですけど、あのノローナのベストを着てきてるんですよね。でこれに勝るものが今ちょっと ないと思うんですけど、登山というよりは激しい活動量を伴うスポーツに、この生地がマッチすると。それで、まあ、軽いのと汗が抜ける、汗その抜けるスピードが速いで、割と手入れも簡単というか、私は普通に洗濯機入れちゃいますんで、まあ、その洗濯機で洗っちゃって耐用年数どのぐらいかっていうところまでは分かりませんけど、まあまあ、あのハードに使ってます、年中使ってるんで、というわけなんですけど、まああとダウンはちょっと洗わない方がいいかもしれなくて、でティートンのこのダウンのパンツは、河川のハイブリッドタイプらしいんですけど、あの河川だったらちょっと洗ったりできるかな、そういうふうに思ってるんですよね。まあぬるま湯につけて絞るぐらいなもんだと思うんですけど、それから今日持ってきているジャケットの方はグースなので、まあ、グースはちょっと洗うのもったいないかなというところですね。というわけで、最強装備で、大山山頂、下社で見晴らし台でまたここ戻ってくると、約10キロのコース、そうですね、今日写真撮りながらなので3時間ぐらいちょっとうろうろしてみて、で、この地上最強、もうこれ以上もないだろうという性能の装備をチェックしていこうと思います。さあどんな感じになるでしょうか。登り始めてから約25分ぐらいで、このような平坦なところに来ています。足のドライ感はかなりのもので、特にソックスには不快な、ベト付きや暑い感覚、足底が熱く感じる感覚はあまりありません、ね、これで、汗を吸ってくれて汗冷えを防ぐことができます。それでトレイルランナーでしたら体温を上げると言って走れるんですけど、
まあ、登山の人皆さん走れませんので、そうするとこのウェアのレイヤリングでやると。ウェアリング以前に、保温保湿は油でワセリンでやると、効果が高いと思います。あの 全身にワセリンを塗っておくと、あの山登りが快適になりますね。山頂まで来ました。今少し汗をかいた状態で、1枚中にダウンを着てみようと思います。空気の層を作りますので暖かくなります。で、これでゴアテックスのハードシェル、これまで来ればほぼ最強装備です。こんな感じ。これサロモンのシェルなんですけどね。これをこんな感じ履くと、これを履くと、あのダウンの空気の層をシェルで囲うことによって体温奪われなくなるというとこです。で、このサロモンのシェルはトレラン用なんで、若干結構ストレッチも入ってるのかな。かなり柔らかいんですよね。今山頂の気温5度ぐらいかな、5度ぐらいだと思います。このように1、2、3、4枚、まあ、これで多分冬山から、まあこれで雨が降っても冬山、まあ、雨はあんまないんですけど大丈夫です。装備でないとちょっと登山冬は危ないです。あの寒暖の差が結構読めない人ほど装備でカバーする必要があって、まあ、寒暖の差読めなければ行動時間が制限される。そうすると行動範囲は狭くなるので、まあ、要するに遠出ができなくなるんですけど、まあ、行動体力とそういうようなスキルに応じて、装備を選定していくというところです。みなとみらいエリア、みなとみらいエリア、ちょっと左に行くと都心部、この辺りが、あ、違うかな、
この辺りが先日の飯山で、この辺が七沢かな。で、あのボコッとしているボコッとしているこれが、城山で、城山のちょっと向こうかな、この辺りが富尾山とか蓮華山。富尾山、蓮華山から先ってもう景色が見渡せるとこ町しかないんですよね。暑くなったので、1枚脱ぎます。で、脱いでザックに入れてまた行動を、素早く開始するというとこです。練習ですね、練習で。あー涼しい。結局のところ寒いぐらいがちょうどよくて、あの凍える手前ぐらいの、状態、それで行動するというのがベストになってくるんですけどね。止まってる時間が長いと持ってくる装備の量が増えてしまうと、そういうことも言えますね。このように素早く詰めて、止まってる時間をなるべく、短く済ませる。それもテクニックです。こうしてる間にも容赦なく熱を奪っていきますので、釣り合いが取れなくなってくると、あの体がかじかんでしまいます。まあだいぶ時間かかってますけどね、だいぶ時間かかってますけども、ティートンのパンツ、ダウンパンツは、フィルパワーでいうと 1000フィル、その数値が800ぐらいあれば十分な、あの空気の層を作れるそうなんですけど、まあ、1000フィルパワーあるそうですよ。さあ、すっかり冷えてしまいました。Thank you.
17時の鐘です。はい。向こうに見えるのが横浜の夜景です。今時刻は17時。で、下山してきました。今日は下りで、リラックスを感じてすごく気分が良かったです。もう今大会も何にもないのでペースもゆっくりですけど、トレーニングというよりは。リラックスですね。何か得ようというものが動きの中でない、動きでした。で、写真は撮ってきましたけどね、状況に応じて着たり脱いだりの練習をちょっとやってみましたけど、トレイルランニングの運動強度だと正直言って動き続けることを前提にウェアのワイヤリングレイヤリングした方がいいのかな、そんな風に思うんですけど、止まる時間を作るというのもトレイルランニングしてるだけじゃ面白くないですもんね。止まる時間があるとトレイルランニングは途端に難易度が上がるんだなと、そういう風にも思いました。外気は思ったより冷たいです。それで、競技志向で練習することが多かったので、この止まるリラックスなんかそういう感じの、登山でしょうね、これ普通に登山ハイキング、これを やるとまた違った視点で山の遊び方ができたと思います。というわけで終わります。